節米運動は日本の戦時体制下の生活運動の一つ。物資が不足していた戦時中において食料確保のために日本の代表的な主食である米をできるだけ節約する運動である。1937年の日中戦争開戦当時、日本が統治下の朝鮮や台湾で米を増産させたことで日本国内では米の消費量が増え続けた。 しかし1939年には朝鮮が干ばつにより空前の強作に見舞われ、さらに朝鮮や台湾でも米の消費が増加し始めたことから、それまで同様の米の輸入が期待できなくなった。不足分を補う方法にはインドやタイなど外米の輸入があるが、戦時下では物資の輸送力は戦力に回すことが優先された。1941年に、 文部省が発行した冊子、新民の道にも物資の輸入は外米よりも軍需品を優先するよう記述がある。こうした当時の米の事情が背景となり、切米運動が起こったものと考えられている。1939年11月には、切米運動の宣弁をつけ、京都府で駅弁の代用として焼き芋が用いられた。同年に白米禁止令が実施され、 七分月以上の米の販売が禁止された。日本政府では白米に慣れ親しんでいた日本国民に対し、精米を制限した米の方が白米よりも栄養面で優れていると主張して国民の意識の変革に取り組んだ。1940年、贅沢は敵だなどの標語で知られる国民精神総動員運動の一環として、節米運動が開始され、同年5月、 週に一度の、節米デーが奨励された。1939年までは、幸和暴行日には、日の丸弁当だけで質素に暮らすことが奨励されて、いたが、この運動開始後は、幸和暴行日は米なしで過ごすことが奨励された。これ以降、主婦の友、夫人の友、婦人クラブといった女性向け雑誌の市場でも、節米の言葉が急増し、節米運動が強く叫ばれ、 様々な切米料理が紹介された。一般家庭向けの回覧版でも、飯に米以外の具材を混ぜることや、米以外の食材を主食とすることが奨励されていた。東京市の回覧では、1940年1月には、昼食を時々大洋食とする旨が記述されていたが、半年後の同年7月には、3日に1食は、大洋食を取ること、飯に、 米以外の具材を1割以上混ぜることを必ず実行しませうと語気が強調されている。切米料理についても政府は米のみでは栄養が不足し具材を混ぜることは栄養補給につながると強調し、切米対策の推進を図った。切米料理を国民食とすべく日本赤十字社や外食産業など食品、 栄養に関する多くの団体で独自の切米料理が発表され、家庭でも実践するよう呼びかけられ、家庭向けにレシピを公開する食堂もあった。さらに、同年8月には東京市の食堂で米飯が全廃され、うどんやパン類のメニューが登場した。1日3回の食事を2回に減らす、2食主義も唱えられた。とはいえに中戦争初期頃までは、米の購入は、 自由な上、節米料理は帰って費用や手間がかかることもあり、国民の自主性に任せた節米は必ずしも実行されなかった。そのため、1941年に米は配給制に切り替わり、入手可能な米の量が制限され、節米は必須となった。そして同年の太平洋戦争への突入、戦況の長期化、悪化につれ、その配給の米すら、 入手困難となり、節米は次第に深刻な様相を呈してゆく。1945年には終戦を迎えるが、日本の食糧事情は戦後に回復するどころか、むしろ戦時中よりさらに悲惨なものとなり、この状況を脱するのは1949年頃を待つこととなる。ありがとうございます。